こんにちは、サードラです。今回はこちらのシーズン2嵐が誘う歌方の宴第2弾配信 &7 月のイベントのお知らせでね、公開されていました。こちらですね、モンハンナウ・サマーハント2024黒木白昼夢の内容になるんですけども、こちらですね、 大連続資料と古流迎撃戦に参加する際の制限がなくなるっていうのが、まあそもそも何の制限なのかわからないっていうね話をさせていただいていたんですが、コミュニティフォーラムの問い合わせ欄の方で公式のね返答が出ていますので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。 早速本題に入っていくんですが、こちらですね、コミュニティフォーラムの改善のね、項目のスレッドで返答が出ていまして、まあ内容を読んでいくんですが、もともとがね、まあその文章がわかりづらいですよってご指摘をね、ユーザーの方がしてくださっていて、まあ僕もね、一応ナイアンティックさんに問い合わせはね、飛ばしていたんですが、僕の方はね、まだ返信が来ていないので、こちらの文章をね、ちょっとお借りして今回話していきます。で、ナイアンティックさんのね、これ公式の返答になるんですが、まあまずはその文章がね、わかりづらいですよっていうのに対してご指摘 いただきありがとうございますということでね入っていましてこちらは期間中は大連続資料古流迎撃戦参加後にクールタイムが発生せず大資料チケットを使わなくても何度も参加できるようになります。 今後のお知らせの文章作成時の参考とするため、関係各所に報告させていただきました。いつもご協力いただきありがとうございます。ということでね、まあ、公式から文章が出ていますので、結論として、今回の制限なくね、遊ぶことができますよっていうのに関しては、こちらの3時間に1回っていうクールタイムが発生せずに、まあ、こちらのね、大資料チケットを使わなくても何回でもね、遊ぶことができるようになりますよって意味合いでしたので、まあ、めちゃくちゃ美味しいですね。まあ、もちろんね、そのスポットを探すっていう手間はあるんですが、もう手当たり 次第ねその2日間は有料のパスを買っていればクシャルダオラだろうが大連続資料だろうがね遊ぶことができるようになるっていうことなのでまあこれはね金額次第ではあるんですがかなりね熱い有料パスになるんじゃないかなと思いますご視聴ありがとうございましたこれからもモンハンナウの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ